どうも、しげしげです。本日も無課金サブアカしげパズやっていきましょうということで、本日はアリスファスカ編成のしげパズ流の編成が完成したので、こちらご紹介していきたいと思います。今月は正月リーチ縛りっていうのをしてるんですけど、まあ、今回に関しては使ってみた動画で、新しいダンジョンを攻略するとかじゃないので、多めに見てください。はい、パーティー見ていきましょう。アリス、交換で手に入れたアリスなんですけど、聴覚性をスキブプラスにして、武器、これがファガンの武器アシストしてます。で、アスナが聴覚性暗闇耐性プラスで、ミラボレアスの武器アシストしてます。で、ダークカラーカリン、聴覚性無効貫通にしてダブルのエンハンスをアシストしております。ここまで見た感じ、すごい無課金とはってなるけど、まあそこも多めに見てください。はい。で、聴覚性、違う、バルキリーシエル装備、バインド耐性にしてます。で、これが毒お邪魔目覚めの上書き用でアシストしてます。で、アテナヘリオスにはリーチェの武器アシストしてます。ドラゴンキラーです。で、フレンドさんのファスカが大王のおぼし飯のファスカになっていて、これで全耐性になっているかと思われます。はい、さっき見直した感じ全耐性だったので OK です。これでやっていきましょう。挑戦するのは裏異形です。いや、まさかこんなパーティーが組めるようになるとはね。どうしようかな。いきなりアリス打っていこうか。うん、よさげよさげ。アリス使って、おー、ボイスがいいね。ボイスがかっけえね。光全体入れて、こんなんで変化もあるし、いけたりするんじゃないかな。いけはしないけど普通に抜けましたね。 OK です。バトル2。はいはいはい、まあ、ここもいけはしないでしょうけど、普通にコンボであと2ターンコンボパなんでコンボしていくだけですよ。あと2コンボ、まあ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 、変に与える方が怖いので、まあ、逆にね、これぐらいでね。わあ、結構いくじゃん。うん、 OK、 弾きます。これ怖いな。発狂受けれないので絶対、まあ、あと一旦適当にちょっと回復してやり過ごしたいななんて思いつつ、光消さずに行こうか。そしたら、あ、待って、回復、ああ回復、あぶねー、落ち込んで8コンボ受け入れてほしい。おおおっす、よっしゃー、来た、ファスカ変身。オッケー。さあ、操作時間も確か増えたので、これで、いやーよかった、今危なかったね。なんとなくパズル始めちゃダメだよ。はい、盤面最大で、これでどれくらい回復出るのか見ていきましょう。パスカかな、やっぱり10コンボ強化も持ってるし、パスカっぽい、いっぱい出てたパッと見で桁が読めないんですよ。あ、光吸収か。まあ、ここはじっくりいきますか。特にできることもないのでじっくりいきましょう。もうたまるんだけど、アスナがスキルチャージ生かしてるパーティーにしてるので、たまるの早いっすね、さすが。ただ使いたい時に使えなくなる気がするので、一発どっかでたまったら打とうかな。邪流の方向いらねえしな。あ、怖いな。打とうか。指増やせるんで、指ふば噛んだ。光を1コンボにして木を2コンボ。これでさ、パスカの不属性でさ頑張ってほしい。パス
カの中毒性が頑張った。よし、偉い。偉いぞ、マスカ。いいよな、マスカ。高級感というか、あるよね。まあ、言うて最新のフェイスゲンだしな。いいよな。欲しいな。メインアカウントでも持ってないんですよ。まあ、まだ入手できるチャンスが1回しかなかったので、1回のボットですか。しかないので、まあその代わりね、ネレをなんと2体引くっていうね、鍵引きをしてるので、まだその動画見てない方がいらっしゃったらぜひ見てください。 OK。 いや強いな。普通にクリアしちゃうんじゃない。クリアする自信はあるよ。だってすごくいいパーティーだもん。自画自賛ですけど、すごくいいパーティーなんで勝っちゃうんじゃないかな。クラブでもなんでもないですよ。懸念点はなんだ。コカツの火力足りるかどうか問題は、ダストラカリンはエンハンスなんで、まあ言ってしまえばアリスもエンハンスだしね。あ、無効貫通ゾーン来たぞ。1,2,3,4,5,6,7,8 か。光集めましょう。ありたけの光かき集め。8コンボある？ある。よし、光残った。あー、いい盤面だ。あ、変えられる。1,2,3,4,5,6。あ、全然ある、全然あるから、一応使う。相手マシン攻撃、キラーがなー刺さらないので一応使っていきますか。まあ、ダブルのエンハンスは別に触らなくてもいいので、カリンで十分強いし。これで、根性持ちなので回復を縦にする必要があります。これで光ドロップが3コンボ分、正方形プラス2コンボかあれば、それでアリスのリーダースキルで抜けるんですけど、そんなにないので、これは手にして、あー、すごくいい。ナイスパゾー。はい、ナイスパゾー。これはナイスパゾー。火力足りる？え、運びよ。おー、気持ちいい。はい、気持ちいい。ありがとう。あ、来ましたね。毒目覚めなので、これは速攻死を運ぶもの。これかっこよくないですか。バルキリー装備に装備してるのがバルキリーのカードなんですよ。よし、置いといて。それはまあ置いといて、おう、おう、オーケー。根性ない、エンハンス効いてる、オッケー。毒、オッケー。で、この毒目覚め消した後も、バルキリーシェル装備自身のスキルが優秀で、光ドロップ作れるので、いいっすよね。とてもいい。キャラがあんまりいなくて、あのアリスとかハスカとか使いたくてもあんまりいなくて、パーティー悩んでるんですよっていう声が結構最近多いんですけど、いやー、全然バルキリーおすすめっす。常に6体制持ってるのもでかいし、おすすめです。強めにおすすめします。OK。 いけ、強いな、安定してるわ。バトル10。あー、ルーレットね、早いんだよな、このルーレット。そんなせかすなよ。せかしてもいいことないぜ。ゆっくりやろうぜ。今、OK。
9、10、11、OK。 バトル11。我の邪魔をするというのか。手の方は6。ロックは解除できます。ミラボヤス武器があるので。光か水ですね今。あ、使った。そう、使ったな今。はい、あと非分割のこれでいいか。はい、オッケー、ナイスパド。やっぱり指も長いから確実にコンボ組めるね。あー、オッケー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 。吸収は出なかったけど今溜まってるのでいい感じに使えるんだな。ただこの次あれだな、あれの可能性あるよね。それなんだっけ、ドゥルガー可能性あるので、溜まる前に突破したいけど、打ち抜けるのかな、抜けないかな、さすがに。まあ何よりもいいか。はい、あー光繋がった。光じゃない、回復か。 OK、 10コンボ。いやー、ぶち抜いてほしい。あー、あと3ターン。あー、やばいな、ルルガーが。まあそれはそれで。ああ光、ルーレット嫌いだよ。ルーレット体制を早く実装してくれよ。いけ、まあ抜けはしないだろうけど。これ溜まっちゃったね、溜まっちゃったね。まあ遅延が来ることを祈って。誰から支援してくる敵だっけ。さあ光落ち込んで乗れ、いっぱい乗れ、いっぱい乗って倒せ。まあまあ OK、 この次いけそうだね。リダちゃんもないね、まだね。はい、倒しましょう。はい、ウェイ込みだし倒したんじゃないかな。キー乗った、ああ光乗った、倒したでしょこれは。おっ、ウェイで、あ、マットコーだ、よっしゃ。ルルガーじゃなかったので、光が全くないな。そういう時のためのバルキリー装備なんじゃない。だってこれ3コンボ組めば追い打ちも大丈夫だし、あー完璧だ。いや、バルキリー装備強いぞこれ。皆さんバルキリー装備おすすめです。序盤は目覚めの上書きに使い、これで光3コンボしてるからミッション、イエーイ、強え強えぞこのパーティー。あ、ここでバルキリー使うこと。まあいいや、ファスカ使って覚醒無効解除するでしょ。したらヘイストかけといていいんじゃない。これもう戦います。いや、かっけえんだけど。っていうかすげえんだけどこのパーティー、超強えじゃん。アリス最強だわ、大好き。いや、強えぞ、超強えぞ。で、ダークプラカリーもハマるでしょ。おい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 、強すぎるわ。バトル15。まあまあ遅延は食らっちゃうんですけど、1個2個振っといてもいいかもな。
光が欲しいな、光が欲しいななんて。よし、 HP も満タン、経験もかかってる、盤面も悪くない、バトル16、あと1ターン。これは、これはどうするべき。回復残しで8コンボだけしとくか。7秒だけど、回復残しで、あー消してるな。まああと1ターンで、あそっか、いやーでも意味ないか。なんなら倒せ、こんだけ落ち込んだったら倒せ。倒さない、あーなるほど、そうきますか。それはまずいですね、リアルまずいな、リアルまずいな。光を生み出すにしても指が足りないから、アイビス、パスカのスキルってなんだっけ。ここに来ておさらいする、パスカのスキルが消せないドロップ、倍の覚醒無効状態全回復、2秒延長。アイギス使おう。これで毒をひたすら消すっていうゲーム、どう。27秒あるから行こうじゃないか。光を取っていこう。いや光待ってらんないな。よっしゃ、地味なゲーム。ということで今回は負けてしまったんですけれども、まあ僕が下手くそだった、覚醒無効、そうだよね、裏異形のハマルはしてくるんだよね。あそこを忘れてなければ普通にね、バルキリー温存でもよかったし、パスカー貯めといてもよかったし、で対策できたので、ちょっともう一回リベンジさせてください、あとねこのパーティーで。ということで本日は以上です。チャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いします。さよなら。